皆さんこんばんはということでね、今日もね、相変わらず連想ゲームをやっているようなのでチェックしていきたいと思いますね。フェイクニュースチェックですね。今日はこのニュースですか。カトゥーンの田口淳之介被告が保釈へと、保釈金300万円を納付と、大麻取締法違反の罪で起訴された元カトゥーンの田口淳之介被告は7日に保釈金300万円を納付し、東京湾岸署から間もなく保釈される見通しですとね。これ前やりましたね、このフェイクニュースはね。ね、再度ちょっとね振り返って、見ていきたいと思いますね。その前にね、これもやっとかないといけないですね。蒼井優と誰でしたこれ、山里亮太ですかね。この亮も関係ありますけども、山里優がね、入籍したという話でしたけどもね、こちら川崎のね、この小山さんとつながってますよね、これ名前ね。小山聡ね、小山聡でした名前ね。この王を抜けてね、山と里ですね。ね、山と里、それでね、この山里っていうのが出てくるわけですね。わかりますかね。小山聡、ここにね、山の前に王、小さいという字をつけます。で、この里をね、聡の字に変えます。するとね、山里っていうのがね、出てきますよね。まあ、この山里優もね、33数比でした。ね、この前やりましたけども。で、この小山聡にはね、いろいろ、何ですか、プログラミングが入ってますよね。この捏造予告プログラミングがね、この名前には入ってました。ね、一つや二つやありません。ね、もう10個ぐらい入ってます。この山里。いやね、この山里ですね、小山聡の山里ね、ということですけども、あ、もう一つね、それと本題行く前に、このエグザイルの方ですね。エグザイルの入籍もありました、結婚発表もありました。アキラっていう人ですね、この人、黒沢良平ですかね。ここでもね、良太と良平とつながってますね。字は違いますけどもね。そしてこのね、林智林、こういう字を書きますね。令和の字が入ってますね。霊が入ってます。で、この林ですね、今日もツイッターの方でね、リプライでね、情報をいただきました。ある方からね、情報通の方に。するとね、こういうね、6月5日の話ですけども、改正国有林や管理経営法というのがね、参院本会議でね、可決成立したと、そういう話がね、ありました。結婚の前日ですね、前日。こういう日にやります。これはね、どういう法案かというとね、安倍政権は国有林伐採を民間に大きく開放して、林業の、成長産業化を掲げるが、植え直し、再造林の失敗などによる森林の荒廃や中小企業が淘汰される懸念を残したまま、改正法は来年4月に、施行されると。まあこの全国の国有林をね、最長50年間大規模に伐採、ね、販売する権利を民間業者に与える法案だったんですね、これね。まあそれとこのね、
林凛がね、関連付けられてますね。そしてこれもね、今日のニュースでしたけども、杉良太郎さんが運転免許証を返納、75歳の誕生日前にということでね、ここで、杉ね、国有林の杉がね出てきたわけですね。同じ日ですね。そしてね、こういうニュースがね、同じ日というか、まあもうほとんど一緒に出てくるわけですね。それでね、本題に戻りますけども、このカトゥーンの田口ね、この人もね、名前がいろんな人と絡んでますね。まずね、この300万円ですよね。小峰玲奈ね、こっちの方も、300万でした。ということでね、33がマーキングされてます。ね、300万、300万で33です。そしてね、年齢、田口淳之介、この淳の字ですね、覚えておいてください。この淳ね、33歳です。もうね、これだけでもうすぐやらせと分かりましたけども、ね、こちら小峰被告300万円納付とね、なんかマインドコントロールにかかったようなね、2人ともそういう顔をしてますけどもね、ロボットのような顔をしてましたね、なんかね。こういうことですね。田口淳之介300万、小峰玲奈300万、33ですね。そして小峰玲奈はね、その38歳でしたけども、これはね出てきました、数字がね失礼、あの5月1日令和元年からねの始まりから6月6日っていうのはね、間隔がどれだけあったかっていうのはね、その日を含めて、最終日含めてね、38日間でしたね。38日ですね、年齢とリンクします。そしてこの逮捕された日ですね、5月22日、これはねフリーメイソンリーのね、グランドロッジオブイングランドですよね、 GLE っていうんですか、これの設立日ですよね。これの33日前でしたね。5月22日というのはね、逮捕された日。6月24日からね、これをね起点としていろんな事件が起こります。この33日後はね、相模原の殺傷事件、上松聡か、山百合園でのね大量殺傷事件、これもやらせですけどもね、これが起こりました。33日後でしたね。これ言いましたね、33日です。6月24日からね、5月22日ね。そして田口はピタゴラス秀也33と、アルファベット順では69、どちらもフリーメイソンリーナンバー、そうですね、69の数ね。この前も言いましたけどもね、もうすぐですよね、6月9日って言ったらね、去年は新幹線の殺傷事件がありましたね。なのでね、6月9日なんか起こるかもしれません。611とかね、まあ分かりません、こればっかりはね。これ田口ですね、田口33数比ですね、ピタゴラス数比ですね、33がマーキングされてますね。こっちはジマトリアで調べましたけどもね、カルディアンで23っていうのが出てますね。アルファベット換算は69とで、今この矢印してるこの、ピタゴラス数比ですね、こちらは33ということですね。69ですね、アルファベット順。これはね、逮捕された時ですけどもね、5月22日ね、こうやって固めのマーキングしてましたね、固めのマーキングをやってましたね。5月22日の逮捕の一つは、カトゥーンの数比がカルディアンで22だからでしょうなと。カトゥーンというのはね、数比で言えば22になります、カルディアンでね。ピタゴラスは15、アルファベット順で87が出てますね。
カトゥーン22ですね。22が出てます。ピタゴラス、あ、カルディアンですね。大体このピタゴラス カルディアンを使いますね。22日目でしたね。令和元年からも22日目だったと。まあ計画的なね、やらせと。これさっきも言いましたけど、5月22日から6月24日ね。これは30、その日を含めず33日間と。で、似たような事件がありま、あ、似たようなっていうか、名前がね、出てました。これ5月ですけどもね、5月25日ですね。3日後っていうことですね、逮捕の。22、23、24、25、その日を含めずに3日ですね。含めたら22、23、24、25ですか、4日ですね。の11時10分頃ね、これでも111がねマーキングされてます。名古屋市のね、中区栄というところでね、これも動画上がってますけどもね、職業不詳榊原淳二さんなどがね、胸などを刃物で刺されて殺害されましたと。榊原さんは搬送先の病院で死亡が確認されましたが、突然の出来事で現場はだいぶ騒然としていたと言いますとね。わかりますかね、これね、榊原って、あの神戸連続殺傷事件のね、榊原生徒のことですよね。字は違いますけども。そしてこの田口淳之介の淳がね、ここで出てきてますね。4日後に出てきてますね。この事件ね、こういう事件でしたね。山城清之というね、容疑者が刺したってことなんですけどもね、この山もね、小山聡の山と関係してますね。同じ刃物事件に絡んでますよね。川崎殺傷事件の小山聡とね、絡んでます。山が出てきてます。そしてこの順、もう一つ出てきてますね。これは神戸連続児童殺傷から22年ということですけどもね、また22ですよね。カトゥーンの数字と絡みますね。これは5月24日の記事ですけども、神戸新聞ですね。この人ね、長谷淳という人のね、親ですね。24日で、5月24日ですね。で、22年。となるのに合わせて父親の守さんが神戸新聞の取材に応じたとありますけども、この淳、長谷淳ね、被害者の長谷淳、淳の字が一緒ですね。神戸連続児童殺傷事件ね、1997年の5月27日の早朝のね、事件ですね、これね。5月24日から行方不明となっていた近隣マンションに住む11歳、また11ですね、の男児のものと判明したと。学校の前にね、中学校、神戸市須磨区中学校の正門に切断された男児の頭部が放置されているのを通行人が発見したっていう話でしたね。これもね、榊原生徒ですけどもね、犯行声明文ね、少年 A かなんかですね。こういう写真もあります。少年 33歳ね、33歳でなんか取材に応じたんでしょうか。で、この東慎一郎と言い、ね、名乗ってたそうですね、この人ね、榊原ね、東慎一郎ね、東じゃないでしょうね、東でしょうね、これね、この慎一郎ね、新一郎数比で調べます。新一郎ね、こういう風になるとまた33が出てきますね。33が出てきます。これはカルディアンですね、カルディアン使ってますね、ということですね。田口淳之介、これが使用したグラインダーとは、使用者はプロが多いね。これ使いますね、私も持ってますけどもね。
これタバコの刃を切り刻むやつですね。グラインダー、グラインダーですね。これグラインダー、これもね、22カトゥーンと一緒の数比が出てきます。そして逮捕の日、22日のね、数比がカルディアンで出てきます。このグラインダーですね。こういうキーワード遊びやってますよね。関連性を持たせてます。22ですね。そしてオレンジも出てきてましたね。オレンジ、オレンジは色の中で唯一33ね、このこれでしょ。なんかこういう画像がね上がってました。どれが田口淳之介ですかね。この人ですか。この人、田口淳之介のオフィシャルで上げてた、写真がありますけどもね。これね、抱きついてますけども、なんかキスしそうな感じですけど、こういうのもね LGBT のアジェンダを含んでるわけですね。でピースマークやってるじゃないですか。こうやってね、やらせですよってことを言ってるわけです。これ M のマークでしょうね。指のマーク、 M をやってるんじゃないですか。メイソンの M をね。まあこういうふうなね、サインやシンボルが出てきてるわけですね。オレンジにピースマークに、この後ろの誰か知りませんけども M っぽいマークをやってますね。指先ね、メイソンの M ですね。そしてこれは何ですか。ツアーかなんかする予定だったんですかね。コスモスシティってありますね。コスモスシティね。でこういうとこでもね、コスモ、なんか地球っぽい、地球か土星か分かりませんけども、宇宙のつもりなんですかね。まあこういうね、丸の擦り込みがありますね。で CC ですから、 ABCABC の33になりますね。3番目ですから、 C はね、コカ・コーラ、ココ・シャネル、ね、あとコインチェック、ね、クレジットカード、他にもいっぱいありますよね。CC、ね。まあそういうことで33の意味がありますね。これは配信時間、Twitter の更新した配信時間、この後に逮捕されたということですか。ね。5月22日の配信、朝方ですよね。11時22分にねこういう風なツイッターでね、画像をアップしてたと、ツイートしてたと。すごいですね。1099件のリツイート、1844件のいいねでしょうね。LEATLEAT っていうのが出てますね。L と E、33ですかこれね。ちょっとこれも調べてみたいですけども、反面教師役をやってるわけですね。もうこの人も一緒です。ピエール滝ね、最近なんかありましたけども、このね、サインオブサイレンスね。沈黙のサインですね。これね、死というやつですね。これダーウィンも使ってましたけども、これもね、フリーメイソンリーがよく使うサインですね。この人ね、電気グルーヴかなんかで、何でした、シャングリラっていう歌を歌ってましたよね。電気グルーヴね。その後にね、逮捕の後にね、スリランカのテロがありましたけども、これもね、シャングリ、舞台になったのはシャングリラホテルでしたね。スリランカでのね、シャングリラホテル、何軒かホテルがやられましたけども、これもね、やらせですね。捏造予告プログラミングです、これね。シャングリラホテル、偶然ではないんですね。もう最初から話知ってるわけです。そして、これは2019年3月12日に逮捕されましたね。滝被告、ピエール滝ね。これ合計数18になりますね。666です。そして3月12日ですからね、3とこの12っていうのはね、1プラス2にするとね33になりますね。
こういう感じですね。3と1と2、33になるわけですね。で合計数も18の66、そしてサタンのナンバー1と8させば9になりますよね。これ4日、東京湾岸署から保釈されたのか。あ、これはピエール滝ですからね。4月4日に、保釈されました、ね、この日はね4月4日でしょ。そして400万ということでね、444というふうに数字がなるわけですね。まあ、カルロス・ゴーンなんかでもね、4月4日の4回目の逮捕、ピエール滝はね、釈放は4月4日の400万。そして福岡市でね、G20 のね、訓練がありましたけども、これはね、4月4日、4万人に影響ということでしたね。電気グルーヴ、ね、数比見ましょう。47ですよ、カルディアンでね。47というのはね、この前もいつも言ってますけども、ね、フリーメイソンリーのロゴ、直角定規とコンパス、開いたコンパス、ね、これの、47度になります。そしてこの G ですけどもね、G、ジャイアンツなんかでも G 使ってますけどもね、G、この G はね、ABCDEFG で7番目ですか。そして2巡目には、ね、もう一回、ずっと26番目まで Z まで行ってもう一回数えますよね。2巡目にはね、これ G は33番目になりますね。26プラス7ですね。ということでね、ピエール滝のヒトラーのね、ヒトラーみたいなねヘアスタイルをしてましたね。こういう風にね、まあ、プロパガンダでね、ヒトラーのプロパガンダ、ヒトラー流のプロパガンダでみんなが騙されてるっていうのをね、こういう頭で表現してるわけですね。こういうふうにね、みんながマインドコントロールを受けるっていうわけです。ね。ということでね、このピエール滝もやらせですね。問題は別にありますね。麻薬の使用よりかはね、誰が麻薬を売ってるんだっていうふうにね、そこをつかないとダメなんですね。ね、誰がさばいてるんだと、ね、誰が麻薬を作ってるんだと、ね、犯人は CIA でしょ、ね、そこをね、どうにかしないと、ね、何もならないですよね。ということでね、今日は終わりたいと思います。ちょっと長くなりました。ということで、それでは。